背の脇を黒いバラ1鳥はねぐらに人は家路に黄昏より楽しい時があるだろうか街の夕闇にほんのり青白く浮かび出した人の顔ほど懐かしいものがあるだろうか だから絵描きの丹沢は夕暮れが窓から訪れる頃になるとアトリエでもあれば寝室でもある小綺麗な気持ちよい部屋に鍵をかけて毎日のように黄昏の街をそそろ歩きするのであるこの若い絵描きの散歩の順路は決まっていない海岸の公園を通って外国船が停泊している桟橋へ出ることもあればなるべく自動車の通らぬ裏町ばかり歩いて ずっと散歩の順路を伸ばし活動館や料理屋の立ち並ぶにぎやかな盛り場へ足を向けることもあるがこの辺りへ行き着く頃にはいつも日がとっぷり暮れてしまって美しい明かりが軒並みについているのであったそして夕暮れの街を歩きながら彼は行き交う人の顔を見るのが好きであった 人間のの顔ほど面白いものがあるだろうか。ただ口元だけの表情でも慎み快楽、謙尊その他言葉に言い表せない数百の気分を漂わしているのに目や頬の表情ときたらもっと微妙でそれらのものが相集まり複雑に混合し一つの統一された顔全体の気分というものを織り出しているのである。 そこから受ける感じはとても生実家の言葉では言い表せるものではないおそらく人間以外のあらゆる物体にもこれと同じ微妙な変化があるのであろうがただ人間だけがお互いを識別するためにこんな驚くべき繊細な感受性の発達を遂げたのであろう彼は美術家としてまた若い男として 美しい女の顔のコノサールであったいつか一度は素晴らしい顔を泥の中から発見してそれを懸命に描いてみたいという野望を心の底にひそかに育んでいたのである彼にとりて女の顔の美しさというものは目鼻立ちがそろっていたり調和が取れていたりすることよりも力強い神秘が瞳に漂っていたり 磨きのかかった魂が顔面筋肉の一つ一つに表現されていることの方が必要であったのだそしてそういう顔を持った女は日本や外国の有名な美人や映画女優の間には見出されなくて誰も知らぬ裏町に置き捨てられているのだと思っていたのである実を言うと 何度もそんな顔を想像で作り上げて描いてみようとしたことはあったがデッサンさえ出来上がらぬうちにいつも失望してブラッシュを投げ出すのだったそれについてこんなこともあったある時彼が芝居を見ていたら幕が上がったのである舞台の近景が座敷遠景が夜の港であった黒い潮 きらめく星、船の投影がキラキラチラチラ水面に映って「ああなんという精巧な舞台装置だろう」と瞳を凝らしてよく見ると金型の壁に貼ったシワだらけの汚れない銀紙が横からの光線を受けて一瞬そんな幻覚を起こさせたのであった人間が作ったものは人間の想像力に及ばず 人間の想像力は神が作ったものに及ばずということを彼はこの時にも感じたのであるだから彼は毎日コツコツ歩いて自分の絵のモデルを探して歩くのだそんなモデルがどこかの裏町に生在していていつかはパッタリ出会えるに違いないと思っていたそして若い丹沢がいつの間にか モデルになるべき女と心の憧れの対象とを混合して考えていたとしても誰もそれをとがめることはできないなんという念のいった妄想家だろうだがとうとう丹沢が長い間探していたものを発見する時が来たのであるそれはまだ子供らしさの残った少女で 父親らしい老人と海岸の公園のベンチに腰掛けて南京豆を食べながら暮れかかった沖の方で赤い腹を出したいくつかの貨物船がガタガタ荷物を積み込むのを眺めていた着古した黒い街灯を着た老人も年の終わりに地味な羽織やショールを身につけた少女も「ともにこの港町にはそぐわる人種のようでどこか古風なところが見えるのだった」 丹沢はベンチの前を通り過ぎる時にちらと一別をくれただけだったがその瞬間に彼の顔色が変わり胸が早金を突き出した長い間尋ねあぐんでいたものを発見する場合には誰でも一別をくれるだけで十分な使命を果たすものだ「なんという格好のいい顔の形静かな瞳であろう」 二三どベンチの前を行きつ戻りつした後で彼はゆっくり大胆にそばに近づいて帽子を取って老人に会釈し,した軟禁豆の薄皮をむいていた老人が意地悪げな顔を起こして彼を見た黒い帽子に黒い街灯それに黒い絹半ケ決まで首に巻きつけたがっちりした老人で鼻と口が バカに大きく丈夫そうであったはなはだ失礼ですがこのお嬢さんの肖像を描かしてくださいませんか私は絵描きなんですが鋭い目で丹沢をにらんでいた老人がにやりと笑った2二人の大衆であろうか衣類から発散するにおいであろうか妙な異国的な香りが 公園の花の香りに混じって冷たい夕方の空気の中に漂っていた丹沢はもうこうなったら無理にでもこの少女の肖像を描かずにいられないと思った「なんという美しい瞳であろう自分のブラッシュはこの瞳の影を捉えることができるだろうか」あらゆる、 自分の情熱と技術と願望を込めてこの女の肖像を描き上げたらもう自分は木が枯れるように倒れても恨みはないとさえ思ったアトリエへ来ていただかなくても私の方からお伺いしますダメです私たちはあさってよそへ行かなくちゃならんそんなら明日一日描かせかてください 明日は忙しい10円くらいのモデル料は出しますよポーズはこの着物のままで座っていてくださればいいのです半身像ですからダ・ヴィンチのモナ・リザのようなやっぱりお断りしましょう忙しいのに10円ぐらいもらってもつまらんそれに私は 知らん人に自分の娘の絵を描かせるようなことはスかんのですでは百円出したらどうでしょう百円明日の朝現金で持っていきますよろしいではそういうことに決めましょうお宅は山の手のベルビューホテル 25号室3丹沢がスケッチに取りかかる頃老人はホテルを出て行った少女は両手を膝にしやや斜めに椅子に座っている黙々として彼はブラッシュを動かし続けたブラッシュを離したのは 昼食をとるために食堂へ降りた時だけであった窓から山の下の港が一目に見えるやがてあの海あの町あの山々が夕もやに包まれるだろうそれまでにはこの絵を描き上げなければならぬが急ぐことはない彼は 自分の技術に自信を持っている人の一生には10年のごとき1日もあれば1日のごとき10年もあるとかこの日の彼は10年のごとき充実した1日を過ごしているのだ胸とどろかしながらカキに書いた画布の上に 美と正常と謙遜を表す形が浮かび出し次第とそれが生き生きした生命を呼吸しだしたやっと彼の絵が出来上がった頃には海や町や山々の上に夕もやが降りて薄ら寒い夕風がそよそよ窓から吹き込んできたそれはモデルの少女と少しもたがわぬようにかけて 今まで彼が描いたどんな絵よりもよくできていた壁際に退いて苦心の末に描き上げた絵に彼はしばらく見とれるのであったそれからしゃがんでブラッシュを拭きながらこの日初めてのんきな暇を見つけたように顔を和らげて少女に話しかけたのであるあすはどこへシンガポールです が。女も丹沢のそばへ来て。絵を眺めていた。お父さんは。向こうで何してらっしゃるの。あの方は。本当の父じゃないんです。本当のお父さんは。親も兄弟もないんです。と女は。彼のほうを向いて微笑した。 これは驚いたしかしそんな人は世間にはたくさんありますよ僕だってそうなんですあれはおじさんですかいいえ何です科学者科学者私は人間じゃないの では、何です人形なのよ。こんな綺麗なお人形さんを作り得るのは、神様だけですよ。ところが、私を作ったのは、あの人なんですの。どうして私を作った人が私の父なら、あの人は父に違いありませんわ。 謎みたいだ。ん当？あなたが言われることは僕にはちっともわからんです。しかし。あなたが幸福な人でないことだけはわかりました。静かに丹沢は立ち上がって、両手で少女の肩を抱えて。油っけのない髪に頬を当てた。 女は拒みもしないで、されるままになっていた。シンガポールへ行かないで。僕のところへ来てください。あなたは。何もご存じないんです。老いた科学者が。帰ってきた。四。 背の高い老人は閉めた扉を背にしてたたずむと不機嫌らしい赤い目でじろじろ二人を見るのであった大きい鼻の下のギュッと締まった唇は意志が強そうでどこで飲んできたのかプンプン酒のにおいをさしている彼はへッへと笑って街灯と帽子をくぎにかけると さも疲れきったように椅子に腰掛けるのであったこの娘からお聞きになりましたね。まったくあのとおりなんですよ。手っ取り早く言えば、この娘は人間の愛によって生まれた女じゃないんです。私の意志によって作り上げられた女です。だから。 こんな女を我が物にしようというような欲望は起こさない方があなたのおためですどうですお分かりになりませんか黙ったまま丹沢は空いている椅子に腰掛けたこのどこか冷酷そうな老人には妙にどっしりした威圧的なものがあった 少女は他に椅子がないので2つあるベッドの1つに腰掛けたあなたは黒いバラを見たことがありますかそうでしょう。私も見たことがない。今のところまだ黒いバラというものは世の中に存在していないのです。今まで私たちが見たのは ハドレーだとかスーブニール・ダレキサンドル・ベルネーだとかいったようなやや黒みを帯びた暗闘色のバラだけですけれども世界のバラ愛好者たちはなんとかして今まで世の中になかった黒いバラを作りたいと思って不断の努力を続け1930年にはマグレディという人がナイトという新種を作り 1934年にはマックス・クローゼという人がロード・キャスリーとシャトー・ド・クローブ・ジョーの2種を交配させてニグレットという新種を作り米国の植物売特許第87号を得ました。これは少し離れてみると純国としか思われぬバラで。 今のところ一番純国に肉薄したバラですがそれでもよく近づいてビロードのような花びらを透かしてみるとまだどこかに暗黒色が残っているです彼らは人工の力で一歩一歩と黒領域を侵しつつあるのですやがて世の中に 本当の真っ黒いバラが現れるのも遠い未来ではありますまいここまで言うと老人は丹沢に目を据えたままため息と一緒に酒臭い息を吐いたのであるこの酔っ払いがどんなことを言い出すだろうと丹沢は黙って聞いていた 今この娘が言ったように私は科学者なんです。マックス・クローゼが2つのバラを交配してニグレットを作ったように私は2つの特異な性格を混合して1つの人間を作ってみたのです。しかしマックス・クローゼが 試験的に2つのバラを混合してみたら、それが偶然成功したように。私の混合にも確信があったわけではない。ただ試験的にやってみただけなんです。得意な性格とはこの娘の父は殺人犯人で。母は 精神描写だったのでです。面白いでしょう私はこの型の異なった2つの変質者を結合したらどんな人間ができるかそれに興味を持ったのですまだ今のところこの娘には何の兆候も現れていないけれども いつどんな兆候を表すかもしれないのですつまりこの娘は私の試験管の中に入っている一種の混合液で私は静かにその発酵を待っているんですよなんという冷酷な男であろう 丹沢は内驚きながら聞いていたのであるが老人は少女の方を見て得意げに笑うのである老人の視線を追って少女を見ると自分の身の上の秘密はよく知っているのであろう口の辺りに冷ややかな微笑さえ浮かべているのであるあなたは。 メンデルの原理を知っていますかそんなことは私は人間の黒いバラを作りたいと思っているのだが本当はこの娘1代ではそれは不可能なことで2代3代と劣勢を排除していかんとだめなんです。 しかし私の生命にも限りがありますからそんなことはできない。私にできることはただ黒いバラを作るための一歩を踏み出すだけのことです。そして私はそれに成功したと信じています。私は優等生というものを掴んですよ。 世の中の人間を一人残らず優れた人間にして何になります人生の花園を白いバラばかりで飾って何が面白いのですあなたが専門にしていられる絵の主題だろうが昔からハレニズムとヘブライズムがもつれ合い火花を散らしたところにだけ。 大きな人間の芸術が生まれたというじゃありませんか。私は、優生学に対抗するために、ひそかに色素の強い黒いバラを残しておきたいのです。そこで私は、完全として黒いバラを作るために一歩を踏み出したのです。この娘は、 両親が作ったのではありません。私が作ったのです。どういう意味がお分かりですか？酔っぱらいのダボらを緊張しているように思われるのがゴハラだったので、丹沢は返事をしないで、赤い血やみの浮いたギラギラ光る大きな花を黙ったままにしげに見つめていた。 ちょっと不思議に聞こえるかもしれませんが、この娘の血統上の親は私ではありませんが、この娘を作ったのは私に違いないのです。いわば私の芸術品ですよ。あなたの肖像画と私の芸術品とどっちが傑作でしょうかねこうなんです。 まあ、聞いてください。私は、一個の科学者ですが、職業的には、医者をなりわいとするものです。ある日、二人の患者が私のところへ来ました。どちらも女です。いいですかけれども、二人が同じ日に私のところに来たのは偶然ではなくて、実は、 密かに私の目的すなわち黒いバラを作ることですねその目的のためにわざと2人の診察が同日になるようにしておいたのです一人は平常な常人と少しも変わらないが時々一種の精神病の発作を起こす日本の女で他の一人は 夫婦ののの間に子のないのを嘆く雲南の女です。ご承知かもしれませんが「雲南の女」といったらベンガルの血を交えたシナ人の多い面白いところですよところがこのシナの女を1週間ほど前に診察してみると不幸の原因は明らかに。 女にあることが分かったのですが私は口へ出してはそう言わなかった夫に血統を残す可能性があるかどうかそれを一応調べたいと言ったあなたもご承知かもしれませんが血統を残す可能性が夫にあるかどうかを確かめる場合には我々医者は夫を診察しないで ある一定の時期に女を診察しさえすればいいのです。その一定の時期を私は他の精神病の日本婦人を診察すると同じ時期に決めてその時期だけシナ婦人に通じておいたのです。しかしこれだけでは説明が足りない。 私が調べたところによるとこのシナ人の夫は殺人罪を犯したことのある凶暴な悪漢だったのです。それを知った時の私の喜びといったらこんな科学者のみが味わいえる純粋の喜びをとてもあなたなんかに想像できませんね。 とにかく私は長い間探していた血統を発見しうまく二人の女を同じ日に診察する機会を作りやすやすと殺人犯の血統を精神病者に移植することに成功したのです5 この冷酷な老人にはどこかおかしがたい気品のようなものがあってなんだか妙に心苦しい威圧を感じさせた話を聞き終わった丹沢は科学のためとは言いながらあまりに突飛な実験あまりに人間を侮辱したハレンチの行為に呆れ果て悪魔のような老人の頭にヘドを吐きかけてやりたいほどの嫌悪を感じるのであった。 あのてかてか光るあぶらぎった大きな鼻を殴ってやったらどんなに愉快だろうと思ったで丹沢は気を鎮めるためにいすから立ち上がって窓際へ寄りちらちら明かりのとぼり始めた街を見下ろした自慢話ばかりするとあなたが気を悪くするかもしれないいや実を言うと。 三端た,たる私の実験にも落ち度がないことはなかったそれは精神病者の日本婦人が海女さんだったことです私はその後ずっとこの娘を家族の一員として育ててきたが本当のことを言うと今でもこの若木に黒いバラが咲くか 桃色の海女さんと景色盤で丹沢が老人の方へ向いたそうですシンガポールのカトリック教会にいた美しい日本の海女さんでした実際平城は海女さんにしとくには惜しいような女でしたよ その尼さんは身に覚えのない子をはらんだと言ってまたまた発狂しとうとうこの娘を産み落とすと同時に死んでしまいましたかわいそうなことをしたもんです世間の人は秘密な男でもあったんだろうと言って笑いました私は どっちかというと悪魔の人の方で、キリスト教のことはよく知らんが、聖母マリアも身に覚えがないのにキリストをはらんだというじゃないですか。だから、何も発狂するには及ばなかったんですよ。あははは。あまさんの名は確かクララと言いました。私も調べたことがあるんですが、 本当の名を知った者は一人もなかった本名は厳重に秘密にしといたんでしょうたちまち丹沢の目の先が真っ暗になってその暗闇の中をいくつもの白い斑点が渦を巻いて飛んだ渦巻きの中でたった一つ大きくはっきり目に映ったのはテーブルの上に捨ててある とがった果物ナイフであったクララクララ丹沢の母は父が病死すると同時に発狂したというではないか本当か嘘か子どもだったので確かなことは分からなかったその後家の人たちは母を家へ寄せつけなかった どんななに会いに来ても家へ入れなかった。丹沢は親のいない子として裕福な叔父に引き取られて育てられた家を追われた哀れな母はそれからしばらくたって関西のどこかの修道院へ入りクララと名乗っているとかいううわさを誰からか聞かされたそれからの丹沢にとっては 色あせたた。写真が母であった彼は一枚の写真を見ながら日増しに成長したそして彼が異性に憧れを持ち始める頃になるといつの間にか懐かしい母の面影が彼の意識の底の美の標準の中に食い込んでいたのであるベンチの少女を一目見ただけで不思議に心を惹かれたのは その実は母の面影をその少女の顔に見たのであったテーブルの上のナイフを握りしめると丹沢は猫のように踊りかかって老人の首根をぐさりと突き刺したのである「うん」とうめきながら前のめりに老人が床の上に倒れると その首の辺りから黒いバラの花びらがドロドロといつまでも滴り落ちて絨毯の上に一つの大きな真っ黒いバラの花を描くのであった <laughs> 部屋の中の夕闇に丹沢の あざけるようなうつろな笑い声恐怖に旋律しながら彼と少女は長い長い間熱病患者の上ごとのようなまとまりのないことを息も切れ切れに囁いた嬉しいのか真珠のような2人の涙が闇の中で 一つに溶けて流れるのであった。数時間が経った外には銀色の月光が水のように流れていた高い小杖を漏れて坂道に斑点を描く光が海へ海へ急ぐ彼らの足元を照らした足元を照らすのは 何の光であろうか「帰りの遅い2人の子どもを迎えるために母が明かりをかざしているのではあるまいか明くる朝山や森や石や塔を金色に染めた太陽は透き通るほど美しい潮の翡翠の中に漂っているところのあらゆる雲を脱ぎ捨てて 今はすっかり安息の色を浮かべた二つのムクロを照らすのであったご視聴ありがとうございました瀬能昭夫作のほかの作品はこのようなものを朗読しております。 そして最新の朗読動画はこちらですどうぞ合わせてご視聴ください